はい、こんにちは。今回は、ニューバイクを、購入しましたので、そのご報告です。私今メインで乗ってるバイクが、リンスキーっていうアメリカのメーカーの、チタン製のリムブレーキのロードバイクで、学生時代に買ったんで、もうかれこれ13年ぐらいになるのかな。で、その間にフォークが3本目だったりとか、コンポが7セット目だったりとか、相当いろいろ乗ってきたり、たまにこけたりしてきたんですけど、一方でちょっとこの数年でディスクブレーキ化が、ロードバイクの世界で、ほぼ移行完了と言っていい状況になりまして、それに伴って、タイヤもだいぶ太くなってきました。僕が自転車始めた頃は 23C とかで、ちょっと経って 25C になったのが、今 28C は当たり前で 30C、32C なんてのもあります。それで私パナレーサーのアンバサダーをしてるんで、そういう太いタイヤが履けるバイクが必要だなっていうのが、直接の、動機というか建前なんですけど、ぶっちゃけ、新しいバイクが欲しくなったわけです。で、ニューバイク、いろいろちょっと条件を考えてまして、まずはディスクブレーキ専用のフレームであること、リムブレーキと共用だったらどうしても設計に無理が出てきてしまうと思ってるんで、そこは譲れないポイントでした。でもう一つ、エアロ、ちょっと空力を意識した形状であること、完全なエアロロードである必要はないんですけど、今のトレンドは抑えておきたいっていう感じです。でさらにタイヤですね。タイヤは、レーシングバイクといってもやっぱり 30C のタイヤに公式対応してるっていうのを条件にしました。太いタイヤ履けないと、いろんなタイヤ試せないですしね。であとコンポーネントは、シマノでもスラムでも、カンパニョロでも良かったんですけど、リアが12段変速っていうのを条件にしました。今から11段変速を、新しく買うメリットはないと思ったんで、こういう条件で、いろいろ探していたんですけど、結局買ったのがキャノンデールのスーパーシックスエボです。でしかも私最初買おうと思ってたのがスーパーシックスエボのスタンダードモッド、カーボンのグレードは低いやつですね。それのアルテグラの完成車が74万円だったかな、75万円だったかな、それぐらいだったんで、これぐらいだったら、予算的にも十分買えるし、内容もカーボンフレームでエアロで、カーボンディープが一応ついてくるっていうのと、で変速も、アルテグラの DI2 の12段変速ついてくるんで、それでいいかなと思ってたんですけど、この間キャノンデールさんに試乗車貸してもらって、あ、やっぱハイモッドいいなってなって、結局買ったのは、ハイモッドです。在庫がかなりない状況やったんで、選んでられなかったっていうのもあるんですけど、どうせならってことでこう奮発してハイモッドグレードのフレームに、アルテグラの、12速の DI2 コンポ、っていうバイクになりました。で今、納車されて受け取ってきて、家に帰る途中にこう待ちきれずに動画を撮ってるような、状況です。内容的には前レビュー動画、キャノンデールさんから借りた試乗車で作って、その時に、このバイクのポイントとか、乗車感とかは、ほぼほぼ語り尽くしてるんで、今更なんか言うことは、ないんですけど、そうですね、ちょっとハンドルとステム周りは重いんで変えてきたいのと、あとサドルも自分に合ったやつに交換したいなと思ってるぐらいで、
まあ、ほぼほぼ、このまま、しばらくは乗ろうかなと思ってます。それで、まあ、ニューバイク買ったら、まあ、当然走りたくなるわけで、ちょっと島の鈴鹿に13年ぶりにエントリーしました。まあ土曜の午休の部をちょろっと走るだけなんで、まあそんながっつり行ったわけじゃないんですけど、まああの夢夢落車しないように、そこだけ気をつけて走りたいと思います。まあなので、会場来られる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。いやでもこう久々のニューバイクはやっぱりいいですね。予算だいぶオーバーしたんですけど、まあ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 、フィジカルのレベルが高いうちに、速いバイクに乗っておくっていうのは、レビュー動画でも言ってたことなんで、しっかり、まあ、このバイクのスペックを使い切るような、乗り方をしていきたいと思います。今後はこのスーパーシックスエボが、私のロードバイクレビューの基準となります。で、実は今トレックのマドンをちょっと友人から借りてまして、まあ、ちょっとそれとの比較レビューとかも、していきたいと思います。じゃあ、今回の動画は短いですけど、以上です。ご視聴ありがとうございました。